イヤーファイトの楽しさ、素晴らしさを教えてあげよう。さあ、第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会、さあ彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。ナインボールジュニアチャンピオン、そしてマイティギアーズの所属、エディ小林。スピードファイトを得意としている華麗なるファイター、マルメイクロード。ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、ジン・キョウスケ。ピンクリップスからの参戦、女性ファイター、アイダー・コウメ。チームガンズからの出場、噂のファイター、クラッシュメン剣の登場だ。幻の世界チャンプと呼ばれたのはこの男、マリノ・ユウヤ。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。出場者リリースゾーンへと歩み寄った。準備は OK だ。いつでも来い。さあ、正々堂々と勝負だ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
いいファイトだった。昔よりも燃えたよ。ルールにより勝者は反射のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が、おっと今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を、準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。出場者リリースゾーンへと歩み寄った。準備は OK だ。いつでも来い。俺はクラッシュマンケン、よろしくな。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。ジェッガルダイーグル。
いいファイトだった。昔よりも燃えたよ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。